はい、今週も始まりました。ニッタリオのブラック事件簿でございます。年始からずっと続けております。こんな時どうする Q&A コーナーが今回もやってまいりました。ね。で、これまで番組がスタートしてから、まあ5年、6年というところでございますけども、読者の方、視聴者の方から寄せられました。いろんなこう、労務トラブルですね。主にまあ、働く側からの視点でですね、いろんな被害に遭っている方から、こういう時どうしたらいいのかな、対処法についてお答えをしているコーナーでございます。まとめて回答をしております。で、一番組あたり、だいたい4、5個ぐらいですか、言ってますので、今回もその流れに従って、Q&A 答えてまいりましょう。早速いきます。まずこの方ですね、今回の方は、はい、パワハラが、の被害に遭ってしまった方ですね。はい、パワハラがひどくて、残業代の不払いというものもずっとあった会社でございましたと。はい。で、まあ、辞めることになりまして、最後にですね、未払い分の残業代を払ってくれというふうにお願いをしたところですね、はい。いや、もう好きにしろと。払わないぞと。で、訴えてくるんだったら、こっちも弁護士に立てるからな、なんていうことを言って、結構もう慣れた感じだったという箇所でございましたね。で、払い残業代自分で計算をされたところ、3年間で300時間分もあったと。結構な金額ですね、こうなってくるとね。はい。で、これってやっぱりもう、裁判しないとこれ取り返せないもんなんでしょうかと。で、裁判、まあ当然、多分ネットとかの情報を見ると、そういうのを弁護士に相談しなさいとかね、裁判を訴えなさいなんていう情報いっぱいありますからね。やっぱり裁判ぐらいしかないのかな、というふうにお気になさってる方でございましたね。とはいえ、やはり、ね、裁判するとなると、ね、相応の時間も手間もね、エネルギーもかかってしまいますし、あと、まあ、弁護士当たるとなってくると、それだけで、まあ、ね、着手金で、まあ、数十万ぐらい取られてしまうということもありますので、ね、裁判費用、弁護士費用、もろもろ考えますと、それで取り返せたとしても、取り返せた分のお金と、その成功報酬のお金を考えると、ね、まあ、プラマイゼロか、トントンか、場合によってはマイナスになってしまう可能性もあるかもしれないわけですよね。そうすると、まあ、裁判は今のところ考えられないと。そうですよね。仕事もしながら、新しい会社で仕事しながらとかだとも難しいですもんね。そういうふうにどうすればいいのかというご相談でございました。ね、で、これについては、やはり、まあ、同等のことはよくありますよね。またネットとか見る限り、どうしても裁判するしか手がないのかなと思ってしまうところあると思うんです。なので、とはいえ私の方でも、こういうのありますよってアドバイスをしておりますので、一旦じゃあ CM 挟みまして、CM 明けにですね、解決策についてご案内をしてまいります。しまけましたということで、はい、ご相談は、そう、辞めるときにあたってですね、未払い分の残業代、いわゆるサービス残業にかかった分の本来支払うべき残業代を回収したい、請求したいというところなんだけども、ね、まあ、当然ながら請求にはその悪い会社は答えてくれず、だとすればもう弁護士にお願いして裁判に訴えるしかないのかな、というご相談でございました。はい。では、回答についてお話をしてまいりましょう。ちょっと専門的な話になりますけどね。はい。で、まあ、結論から申し上げると、まあ、裁判沙汰にしなかったとしても、未払い金の請求は可能です、ということでご安心いただきたいということをお伝えをしておりますね。はい。で、ちょっと専門的な話になってくるんですけど、その未払いの給料とか残業代とかを請求するには、今のところ2年、まあ、もうすぐ3年、5年となってくると思うんですが、今のところ2年の時効がありますのでね、時効を過ぎてしまいますと、いくら残業代ね、いっぱいあったとしても、もう請求できなくなってしまうということがありますのでね、まずはその時効を止めるという手続きをしなきゃいけないというのがあります。はい。あと、弁護士さんに相談すれば教えてくれると思うんですけども、まあ、弁護士さん仮に使わない場合の話を今考えています。はい。で、まず事故を止めるためにはですね、方法は3つありまして、催告という方法と、労働審判という方法と、訴訟、まあこれ裁判ですよね、という方法が3つがありますと。で、そのうち、まあ訴訟、裁判については、やはりまあ、ね、この方もおっしゃった通り、お金も時間もエネルギーもかかってしまいますので、なかなか、ね、新しい会社で仕事を進めながらっていうのは難しいかなというところがありますよね。で、一番まあ、手っ取り早くできるのは催告でございます。で、それでまあ、事故を止めるところからやっていきましょうと。で、まず、ま、何をしたらいいかっていうと、そう、会社宛にですね、内容証明郵便というのを送っていただくところから始まりますと。で、まあ、内容証明で聞いたことあるかもしれないですけどね。郵便局から書面を送るんですけども、その時ちょっとフォーマットが決まってますので、それに沿って文章を作って送るという形になりますと。はい。で、差し出した日付とか、差出人の住所氏名と、朝日の住所氏名と。で、その内容についても郵便が保証してくれるというものになってまして、フォーマットに沿って作れば送れますよと。はい。で、これのいいところはですね、その郵便局という、その当事者以外の第三者が届けたことを証明をしてくれるので、会社側としてはそんな聞いてねえぞとか、そんな文章受け取ってねえぞってことが言えないというね、これは強みがあるわけでございます。相手がね、届いた時点で、ね、効力がちゃんとね、発行したということの扱いになりますのでね、はい。なので無視ができないということがありますので。で、
あと、ま、これ送ったことによってですね、その手続きの翌日から半年間は、その時効が止まりますので、そのあたりで交渉ができるということがポイントになってきますかね。はい。はい。で、これのいいところはですね、まず内容証明を送った時点で、まあ、普通の会社は、ちょっとね、構えるというか、結構大事になったぞということで、ね、やってくれますので、まあ、それだけで払ってくれるという可能性もあるというところがメリットかなと。まあ、時効を止まるのももちろんメリットでございますと。はい。で、あと、もし仮にですね、その後裁判になったとしても、ね、内容証明郵便で請求書を送ってるっていう時点で、これがまあ、こちら側に債権があるんだよっていう、まあ、証明にもなりますと。で、証拠文書にも使えるっていうところがありますし、で、あとは、ま、その証拠さえあればですね、そのまま出すことができるということになりますと。はい。これ多分前回か前々回かでですね、そういった未払い残業代の計算するにはもう証拠が必要だって話をさせていただきまして、どういう証拠があって、まあ、これ復習がてら見返していきたいと思うんですけども、まあ、こういったものですね、そもそもどういう条件で契約をしているのかと。ね、基本的な基本給だったりとか、労働時間として何時間働くってことになっているのかという部分。これはまあ、明確にする必要がありますので、この辺の書類を持っておいていただく必要がありますねと。あとは、給与明細ですね。何日働いていて、どれぐらいの給料をもらっていたはずであると。で、ほら、残業時間何時間あるのに払ってもらってないじゃないかってことが、これで証明ができるわけでございますので、この辺りを証拠として持っておく必要がありますねと。はい、あと、源泉徴収票も必要ということですかね。はい。で、あと、本来これぐらい これぐらい働いたらこれぐらいもらえるという決まりの給与と、実際に振り込まれている給与が違うんであればおかしいねということになるわけですからね。それで証明ができることになります。あとは、こういった公的な書面以外にもですね、実際に、多分タイムカードで記録をしてないんだけども、証拠がないんだけども、実際は労働時間が発生していたよってことが分かるための書類としましては、まあそのタイムカードがあればタイムカード。あとはまあシステムでその労働時間管理してたんであれば、そのシステムの記録とかね、業務日報とかシフト表とか、あとは仕事中に送ったメールの送信履歴、送信記録ですね。それでまあ深夜残業してたことが分かったりしますねと。で、もしそういった会社として公的に記録がないのであれば、自分自身でメモとか取っておいていただいて、今日は何時までやりましたなんていうことをね、メモ書きもちょっと証拠になりますので、記録を取っておいていただくことをお勧めしたいなと思っております。はい、あとは、たまにアプリでですね、その残業してたことを自動で記録してくれるようなアプリがあったりしますし、あとはまあ、プライベートのメールとか LINE の記録なんかでもね、今仕事が終わったよなんていうね、LINE 送ったりしてるのと、そのまあ送信時間なんかがあればですね、わかるかもしれないというところがありますのでね、こういったものを、まあ、極力在籍中に確保しておいていただいて、この後の、ね、証拠だったりとかに使っていただくのがいいでしょうね。はい。で、これでまあ、証拠を揃えて請求するっていうことで、まあ、その請求時点で払ってくれりゃいいんですけども、まあ、悪質な会社であればそれでも払わないっていう、開き直ってしまう会社もあるかもしれないので、そういう場合はまあ、裁判に至る前に労働審判という手続きを踏むことをお勧めしたいですね。これは裁判よりも短期間、短時間で手間もそんなにかからずに同じようなね、判決を出してくれるというものがありますので、はい。で、だいたい2、3回ぐらいの期日でですね、すぐに結論が出してくれますと。はい。で、労働審判の申し立てすることによっても同じく事項はね、実施されますと。はい。ということで、ね、このあたりについては、もしまあやる場合は、こういった書類ですね、申し立て書とか、で、会社の登記簿謄本とか、書類なんかを出していただくのがいいでしょうね、という形でございます。はい。で、この時の回答はここまでだったんですけども、まあ、これ以外にもですね、もうちょっと手軽なやり方としましては、やはり、労働組合を使うっていうやり方がいいでしょうね。はい。会社に労働組合がなかったとしてもですね、外部から第三者でも入れるような、合同労働組合、いわゆるユニオンというものが最近いっぱい増えてきておりまして、そこであれば、社内の労働組合と同じような形でですね、こういう被害に遭ってますよ、ということを聞いて、話を聞いてもらって、で、その権利について、専門の方が代行して、会社と交渉してくれる、いわゆる団体交渉をやってくれるというのがありますので、それであれば、ね、裁判とか労働審判ほど手間時間、費用かからずに済みますし、で、それで同じように交渉してくれて、回収できた分の、まあ、1割ぐらいを、今日、まあ、謝礼金という言い方はしないですけどもね、納入金として払えば、それで OK ということもありますので、活用いただくといいのではないでしょうかという話でございます。はい。じゃあ次の質問いきましょうか。ね。これも、まあ、ブラック企業でよくあるパターンでございますね。特にフリーバー、
流行りますね。インフルエンザ、疫病でございますが、はい。インフルエンザでも、まあ、やる気を見せろみたいな感じでね、出勤をしてる人がいっぱいいる会社でございますと。で、社長自身もインフルかかってるのに、マスクもせずに出社をしてくると。で、なんかこうね、気合があったら仕事はできるんだみたいなことを言ってしまう。まあ、あるあるですね、これもね。はい。で、社長から移らないようにと思ってみんなマスクをしたりすると、なんか社長が機嫌を損ねるわけですね。俺、バイキンみたいな扱いをすんなみたいなことを言ってくるわけでございますと。はい。で、かつ、まあ、迷惑がってるのに、そう、病人を心配しないのかなんてことで勝手にへそ曲げてしまうというめんどくさい社長の会社でございますね。はい。で、まあ、ただ社長だけにね、誰もその強く言えないということがありまして、社長から移されちゃって、また患者が増えていくということでね、はい、現場がどんどん冷えしていくと、どうしたらいいんでしょうかというご相談でございました。まあ、確かにね、その病気でも、病診をして出社して仕事することが、なんか会社への忠誠心だみたいな、やる気があるやつだみたいなことを、まあ、よくわかんない評価をしてる会社って、まだまだいっぱいありますよね。どうしたらいいんでしょうかということでございますが、はい。まあまあ、インフルに限らず、昔はインフル、今コロナみたいな感じなところがありますけども、ね、そういったね、まあ、皆さん対象に気をつけてる時期にすること起こってしまうと困りますよね、と。ね。で、例えばまあ、学校とかであればね、インフルエンザとかそういうのがあった時には、学校保健安全法という法律がありますので、で、そういう人は、かかった人は出席しちゃいけないよという決まりがありますよね。しかし、最近私の子供もですね、インフルかかっちゃって、その時は、5日間、出校停止みたいなことで、許可出るまで学校行けないなんて決まりがあったわけでございますが、会社はそういうのがありませんのでね、なかなか扱い困ってしまいますよね。はい。なんで、まあ、会社の場合は、まあ、会社独自で、ね、そういった疫病の扱いを決めてるはずですよね。はい。ただ、まあ、独自設計なんで、そういう出社をしてはいけないという決まり自体がない会社もありますわね。あ、まあ、それも、まあ、違法ではないっちゃ違法ではないわけでございますと。はい。で、なので、まあ、一般的には、その会社としてそういうね、疾病休暇とかがあれば、それを使って病気を治すっていうのもありますし、で、そういうのがない場合であれば、まあ、そうですね、一般的には有給休暇を消化してるのかなという形でございましょうかね。はい。なので、まあ、それは会社の中での決まりに沿って扱っていただくのが一番いいのかなというところではございますと。はい。で、じゃあその会社の違法性はどういうふうに考えたらいいのかっていうところについては、はい、いたしまさみまして、しまけにお伝えをしていきます。しまけました。そう。インフルエンザなどね、疫病にかかった方を会社としてどう扱ったらいいのかっていう問題の話をしておりまして、そう、出勤停止にしないのか、ね、勝手に来る社員どうしたらいいのかって話をしておりました。学校であれば、そう、出校停止ができますけども、会社はそういうのができない。あくまで会社としての決まりに沿わなきゃいけないって話でしたよね。はい。そういうもんでございますが、一方でじゃあ、会社側がですね、その本人が休みたいっつってんのに、休まず来いと言った場合はどういうことになるのかって、これは問題でございますね。はい。で、これですね、社員がインフルエンザの症状を訴えて仕事ができません、休ませてくださいと言っているのに、いや、気合が足りないとかっつってね、張ってても来いね、みたいなことを言ってくる会社が、まあ、たまにあります。はい。で、そういう会社はですね、どういうことかというと、そう、労働安全衛生法という法律、あとは労働契約法という法律に違反していると、違法企業ということになってしまいますね。はい。というのも、労働契約法の第5条にですね、使用者というのは会社でございますが、使用者は、労働契約に伴って、労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができるように、必要な配慮をするというね、決まりがありますんで、そう、会社としては、社員が働きやすい環境を整えなきゃいけないというね、安全配慮義務というのがあるわけでございますと。ということは、安全働けない会社にほとらかしにしているということであれば、その安全配慮義務に違反しているということになりますので、そう、違法企業ということになるわけですね。はい、ということで、そう、インフルエンザも含めて、まあ、コロナもそうですけども、そう、感染している社員分かっていて、感染してるなという状況分かりながら出社を強制するっていうのは、その当該社員に対する安全配慮義務違反になりますねと。はい、で、ね、それで、まあ、社員その、かかってる社員そのものの健康も害するだけではなくって、やっぱり感染力が強い病気ですからね、その社員の周りにいらっしゃる社員の方々まで移ってしまうリスクもありますよね。はい、それは非常に危険でございます。ということは、かかってる社員の個人に対する安全配慮義務違反のみならず、ね、そのかかってる社員さんを強制出社させて、その社員さんから移ってしまう他の社員さんに対する安全配慮義務違反にもなってしまうということなので、大事ですよね。会社としてどういう心構えなんだというふうにこう指摘をしたくなってしまうところでもありますと。はい。
はい。さらに、その安全配慮義務違反に加えてですね、やはりその課題要求っていうんですかね、もう疲れてて、ね、体動かないのに出社して仕事しろっていうのは、そう、本来その方にね、できる範囲の業務を超えてるわけですから、そう、課題要求ということでパワハラにも当たってしまうかもしれないということですよね。はい。で、さらには、そう、なんか、それに対して、こう、本人をさらに否定してですね、なんか、対象管理がなってないからだとか、プロ意識が足りないとかって怒ってしまうなんていうのも、これも課題要求になっちゃいますから、精神的攻撃というところも含めて、まあ、二パターンぐらいの、パワハラの基準に当てはまってしまいますよね。はい。よくないな、というところでございますので。はい。で、まあ、パワハラについては直接的な罰則とかはないんですけども、まあ、安全配慮義務違反と、まあ、パワハラの防止法違反っていうところが重なったりする場合であれば、まあ、後半にちょっと法律を当てまで考えると、その民法と別の法律がありまして、そこでのその債務不履行責任っていうんですかね、会社として責任果たしてないじゃないかっていうことが訴えられるんじゃないかなというところでございまして。そのまあ、債務不履行責任及び不法行為ということで、社員から会社に対して損害賠償を請求できる可能性があるかもしれないですね。はい。社員から会社、もしくはその、社長、まあ、場合によっては両方というところができるかもしれませんので、それぐらいのことを会社やっちゃってんだよということを、まあ、分かっていただきたいところですよね。はい。で、もしまあ、これをまあ、訴えるでもよしですし、あとはまあ、社員としてできることとしましては、インフルにかかっちゃった社員さんがこう結束をしてですね、全員で有給取って仕事は回らない状況にしてしまおうとかっていうのも、まあ、いわゆるね、一種の、ね、まあ、集団でのこう、行為になってしまうかもしれないですが、そういうのをやってしまうのもいいかもしれないですね。ストライキ的なものですからね。はい。あとは、インフルにかかった社員さんが、これ安全配慮義務違反になっちゃいますよと、労基署に いますよっていう話をしてもいいかもしれないですし、はい。で、もう言わずに、まあ、直に労基署に行ってもいいかもしれないですし、はい。あとは、まあ、そういう会社はもう辞めるっていう選択肢もあってもいいかもしれないですね。はい。っていう、まあ、いろんな選択肢がありますので、社長の、こう、行動とか反応とかに合わせて対応するのもいいかもしれませんね、というところでございましょう。はい。続きまして、退職金に関するご相談がありました。はい。今の会社というのは、入社した当時のルールでは、勤続5年目から退職金がもらえるという決まりがあったんですけども、少し前に就業規則が変わったらしいですね。で、その期間というのが、そう、5年目だったところが10年目からというふうに変更になってしまったということで。はい。で、その方はですね、相談された方はちょうど5年目に入るところだったんだけども、5年目に入ったことで、まあ、ようやく退職金対象になったと思いきや、いつの間にか、ね、規則が変わってまして、10年目ってなってましたんで、じゃあこれは10年目まで待たないことには、退職金もらえないんでしょうかというご相談でございました。だからこれはね、微妙なテーマですよね、これね。迷っちゃいますよね。はい。で、退職金最近はない会社も多いので、イメージが湧かない方もいらっしゃるかもしれないですけどね。はい。まず退職金という扱いについてはですね、はい。基本的に法律で決まっているものではなくって、各企業が独自に設定しているものになりますので、退職金を払わなきゃいけないという義務は、法的にはないですと。はい。なんで、あくまで自由裁量ですね。で、会社にそういう決まりがあれば払われますし、なければ払われないというのがシンプルな話でございますと。はい、まずは、その会社のですね、就業規則を確認をしていただきまして、退職金を支給するという、まずそもそも項目があるかどうか、ある場合は、その支給の基準ですね、さっきみたいにその何年目からもらえるのかとか、ね、そういうのを確認する必要がありますかね。はい。で、もし、まあ、そのね、基準が定められている場合は、もちろん、退職金を請求する権利を持っていますので、請求しちゃってくださいというところでございますと。はい。で、まあ、その基本的にそのどれぐらいの請求できるのかってことについては、その就業規則に書いてある内容に沿って形で、変わってきます。で、例えばですね、こういう、まあ、ケースがあればの話なんですけども、会社側の方々、上司なり、社長さんがですね、支給、は、勤続10年目からに変わったんだよ、なんて話をしたとしてもですよ。仮に、口頭ではそういう話になっていたんだけれども、就業規則では、その当初の、ね、約束通り、5年目からっていうふうに書いたままなのであれば、そう、当然ながら就業規則の5年目からの方が優先されることになりますんでね。はい。はい。なんで、まあ、就業規則も、ね、その口頭での話に合わせて10年目からに変更しているのであれば、それはいいんですけども、そうじゃなければ、書いてあることが通用しますよってことになりますね。なかなか就業規則でその見直す機会がないのでね、ほったらかしにされているケースが多いと思いますので、確認をしてみてくださいというところでございます。で、もう一個
会社側にとっての落とし穴みたいなのがありまして、その就業規則を変更した場合はですね、そう、勝手にしれっと変えるだけじゃダメなんですよね。就業規則変えましたよ、ということを、社員さん全員に通知をしてですね、はい。それで、当然、社員の代表の方、もしくは労働組合の代表の方が、この内容で問題ないです、っていうふうに合意しなきゃいけないという決まりがありますので、はい。もし、ね、入社されてから、その後に就業規則が変わったのであれば、そう、就業規則が変わりましたよっていう話を聞いていないといけないわけですね。はい。なのに、その聞いていない状態で、勝手に会社側が一方的にさらっと内容を変えていて、知らん間に5年が10年になってたってことであれば、これは不利益変更という違法行為になってしまいますんでね。はい。なので、それはおかしいよということが主張できる形になります。はい。もし労働組合があれば聞いてみてくださいねと。はい。はい。で、実際ですね、これはまあ、判例の中であった話としましては、そう、退職金という規定が、ね、就業規則に書いていないんだけれども、まあ、これまでの歴史上の流れの中でですね、毎年そういう退職金はちゃんと払っていたよっていう事実があるのであれば、それはもうそういう慣行、決まり、習慣があったというふうに判断されますので、ね、でそれは払われるっていうふうに判断されることになりますかね。はい。で、例えばこれまでは慣行的に5年目からになっていて、かつ実際就業規則も変更されていないのであれば、はい。これはもう払うべきだっていう話も、まあできるわけでございますね。はい。なんでそういう形で会社側に対してと、まあこれ交渉してみることができるんではないでしょうか、というご提案でございました。はい。続きまして、まあ、あと1分ぐらいあるから、一旦説明できますかね。次の質問でございます。これは企業側の面接官の方からの質問ですね。面接の最中に、お話の流れの中でですね、応募者の方から、その、御社の社長さんを大変尊敬していると。で、社長さんが書かれた本とか全部読んでますみたいな話が出てきたらしいと。で、それで、面接官の方、興味を持ってですね、あ、嬉しいですね、と。で、著書もいろいろ出してる社長なんですけども、特にどの本が印象に残りましたかね、とか。で、特に影響を受けたフレーズはどういうことがありましたかなんてことを聞いたという話でございました。まあ、これは別になんかね、特に問題ないように思うんですけども、最近なんか、面接の中でその、愛読書の話とか、尊敬する人について聞くのはタブーみたいなことを聞いたことがあると。これって、良くなかったんじゃないですかねというご質問をいただきました。さあ、これはどういうことなんでしょうか。あと、もしそういうルールがあるんだったら、どういうふうな質問をするべきだったのでしょうかというご質問でございます。これは皆さんどうお答えになりますでしょうか。はい。じゃあ、ちょっとじゃあ CM 挟みまして、CM 明けに回答をしていきます。はい。しばきました。ということで、回答していきましょう。で、これについてはですね、ご質問者の方の、イメージされている通りでございまして、まあ、そんな厳密なもんじゃないじゃないんですけど、一応、厚生労働省の方からガイドラインが示されていまして、面接のタイミングにおいてはですね、その、本人の適性とか能力とかとは関係ない事柄で採用合否を決定しちゃいけないよという決まりがありますと。差別になっちゃうからダメになっていくことなんですよね。でその中で、その、まあ、愛読書とか、ね、尊敬する人物とかを聞いちゃうことは、まあ、場合によっては差別になるかもしれないから、まあ、控えた方がいいですねっていうふうなところになっていますと。はい。で、ただ、どういうのがそういう項目に当てはまるかというと、まあ、その本人責任ないこととしましては、本籍とか出生地、家族の関係の話、住宅状況、生活環境、家庭環境についての質問は、まあ、すべきではないというふうに言われていますと。あとは、本来自由であるべき事柄についてで言うと、思想信条ですね。例えば、宗教のこと、支持政党のこと、生活信条について、人生観について、尊敬する人物、思想、あと労働組合の加入状況、活動状況。あとは、新聞、愛読書についてですね。はい、などなどでございますんで。まあ、こういうことを、まあ、聞くことによって、まあ、流れ上聞いちゃうこともあると思うんですけどね。それを理由にして合否決定しちゃいけないよという決まりでございますんで。はい。あとは、まあ、そうですね。性別的なことで言いますと、結婚する予定があるのかとか、子供ができたとしても仕事を続ける予定があるのかなんていうことも、まあ、なかなかこれハラスメントになってしまうかもしれない質問でございますと。はい。なんで、まあ、確かにこれらの質問の中にはどうしてもですね、流れ上聞かざるを得なかったりすることもあったりとか、場合によっては、まあ、志望動機の関係上とか、アイスブレイクの関係上で聞いちゃうこともあるかもしれないですね。はい。なので、その、気軽な質問が差別になっちゃうかもしれないということでリスクはあるんだけども、まあ今回のケースで言うと、まああくまで応募者の方から出してきた話題なんで、そこまで秘密に考えることはないかもしれないですね。はい。なので、まあリスクによっ
で、まあ、ね、ちょっと良くないと思われることがあんまあるかもしれないんで、まあ、こういうの出た場合は、例えば、あ、嬉しいですね、なんて形で話を受けていただいて、で、まあ、あの、思想信条を単純なわけではないんですけど、あくまで価値観を知りたいための質問なんで、みたいな前置きをしていただいて、で、これまでの読まれた著書の中で共感された部分ってどこですかね、なんて質問だったら良かったかもしれないですね。そんな感じで考えていただけるといいと思います。という感じで、また次回もですね、こんな感じの Q&A を進めていきたいと思いますので、ご不満ならお寄せいただければ幸いです。